はい、皆様ご苦労様でございます。それでは定例の希望の党代表会見を、これから始めさせていただきます。まず先週はですね、ちょっと私が沖縄入りしてたもので、会見ができずに大変失礼をいたしました。今日は私の方から李さん、皆様にご報告がございます。自民党の総裁選が終わりまして、その後希望の党としてのコメントも出しました。私たちは4点ですね、安倍総理に取り組んでいただきたいということを挙げました。まず第1点目は、憲法改正をしっかりと進めてほしい。多くの野党の皆さんは、憲法改正に反対ではないと、議論はすべきだけど安倍総理総裁のやり方は気に食わないんで議論には応じられないと、こういうトーンですよね。私全く理解できないんです。憲法改正を議論し決断をして、その国民の皆さんに提起するのはね、国会の役割なんですよね。もちろん安倍総理も国会議員ですから、いろんな意見はあるでしょうし、あるいは自民党という党の総裁ですから、その議論に加わるのは当然のことだと思いますが、あくまでも安倍総理がいるうちは嫌だとかね、安倍総理じゃなければいいとか、こういう理由でですね、憲法改正の議論を逃げようとするという姿勢は、私は国会議員の責任放棄じゃないかと思っていまして、私たち希望の党は安倍総理のために憲法改正をやるのではなくて、国民の皆さんの、やっぱり発展とか、ね、平和のためにやるんだという姿勢でですね、臨んでいきたいと思ってまして、今憲法9条の改正案と、あと条文も用意したのは国民の知る権利プライバシー権についての改正案、この2つからまず提起していこうと。他にも改正すべき条項の勉強は続けております。で、2点目に経済政策でありまして、やはり、金融政策、財政政策ですね、それと成長戦略というのがアベノミクスの3本柱ですが、一部には例えば雇用の面なんかにはいい結果が出てるけれども、日本経済デフレから完全脱却して成長軌道に乗ったとはまだまだ言えない、やはり成長戦略が弱いというところがあります。で、こういう時期に、消費税の再増税をこう来年の10月ですけども強行すべきなのか、我々はそれは反対であると。消費税 2% 分の5兆円の財源は税制改革を選ばれるという案を今作っておりまして、このあたりも、しっかりと安倍政権に取り組んでいただきたいと思います。で、3点目は、拉致被害者救出についてです。これは今米朝のこの核ミサイルの廃絶ですねの合意の議論が進んでますけれども、それと合わせてですね、しっかりとこれからおそらく日朝の首脳会談という期待も出てきてますので、この機会に何が何でも拉致被害者を全員取り戻せるような外交戦略をしっかりと構築してやっていただきたいというのが3点目です。で、4点目、行政改革でありますが、やはり森友問題に対する不信感というのがあって、安倍総理は干渉できなかったんじゃないかなと私は思っています。で、にもかかわらず、その、国家公務員のですね、主義務じゃなくて、公文書の守らなければ、法文書をきちっと作らなければいけないということに対するその改革案がですね、公文書管理法ですか、極めてなんか甘い形になりそうで、これどこを反省しているのかなとわからない部分もありますので、政と官の在り方、あるいは公文書管理などについて徹底した行革を求めたいというふうに思っています。これが私たちの党からの安倍総理参戦に向けての要望事項でありました。で、2点目に、いよいよ30日に沖縄の県知事選挙の投開票が行われます。台風がちょうどその頃沖縄直撃かなというので、投票率がどうなるのか、
しっかりとその投票が有権者の皆さんができる体制が整うのか心配をしておりますが、私たち希望の党は佐喜眞候補を推薦をしております。私も先週2回入りました。また井上政調会長も、沖縄で防衛局長をやっていたといういろいろ関係もあるということで2回入りました。私たちとしてはもちろん沖縄の経済や雇用や離島振興とかあるいはそういう地域課題をね、知事選でしっかり議論して解決に向かうような候補者選択をするというのは重要ですが、やはりそれと同時に普天間基地の危険性を除去するために、辺野古への移設を進められるかどうか、これは国家安全保障上の大変大きな問題でありまして、それを政府としっかり話し合って前向きにやっていこうという姿勢を出している佐喜眞候補しかいないと、これまでの小長前知事のように、政府に徹底して抵抗してですね、訴訟合戦をするような形だとなかなかこれは、日本の安全保障上も難しくなるという思いで佐喜眞候補を推薦をしております。勝利に向かって最後のもう3日間になりますが、電話作戦等で頑張っていきたいと思っています。でそれから沖縄ではそれに合わせて10月20何日というね、那覇市長選挙があります。で、佐喜眞さんと一緒の方向でですねやっていきたいというこの市長候補の小長さんを推薦することを決めましたし、先日ですね急遽宜野湾市長の松山候補からも推薦依頼がありましたので、佐喜眞小長と一緒の方向で行政に取り組むということだったので推薦をさせていただきました。次に3点目でありますけれども、臨時国会が開かれる予定です。ただ、安倍総理の外遊日程等もあってなかなかいつから開かれるか決まっていかないわけですが、文科省のトップの官僚の皆さんの相次ぐ不祥事辞任等もありましてですね、私たちは一刻も早く臨時国会を開いて国会審議に入るべきだというふうに考えています。そしてこの臨時国会の大きな争点として、一つは補正予算、その補正予算の大きな中身は、防災対策ですよね。西日本の豪雨被害あるいは北海道の地震もありまして、これの対応復旧に向けて、また追加の予算が必要であるということや、あるいは関係しますがクーラーの設置ですよね、学校のなんかもこの補正予算に入るようなので、しっかりとした補正予算を組んでいただきたいというふうに思います。防災対策ですね。それからもう一つですね、外国人労働者をもう少し広く受け入れようということで菅官房長官がアナウンスしております。でまだこれは党では議論しておりませんが、私たちは移民を安易に受け入れることには反対です。ここは慎重であるべきだと思ってますが、ただ今人手不足で全く働く人がいなくて困っている分野が日本にあるわけで、そしてまた日本で働きたいという外国人の方も多いわけですので、このしっかりと日本語や日本文化を勉強した上で、業種を限ってですね外国人の皆さんに日本で働いていくという方向は私はやっていかないと今の経済の現場がですねもう持たなくなってきているというのはいろいろ視察をしてみると分かりますので、そんな考え方で議論をしていくことになると思います。特に分野をね広げていこうということで農業とか介護とかあるいは私は小売りとかですね飲食なんかももうやっぱり学人の皆さんに、協力していただかないともうお店が回らない、人が雇えない、それで潰れてしまうという現実もあるわけで、
このあたりはしっかりと議論して、いい対策法案を作れればというふうに考えています。私の方からは以上でありますので、あとは皆さんの方からの質問を受けたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。はい、NHK の鈴木です。はい、最後に、発言ありました外国人労働者の関係なんですが、まず1点目、移民を安易に受け入れるのは慎重であるべきだというお考えを示されましたが、この理由を教えていただきたいというのと、あとその、いい対策という、法案を作れればということでありますけれども、まあ、その、法案提出権、まだちょっと政府の方から法案が出てないんでね、その法案の中身どうあるべきかというのは、私たちが今法案を作っているわけではないので、そこまでちょっと詳しいことはちょっとコメントできないんですが、あの移民というのはどんどん受け入れてしまうと、ね、ずっとその日本にいるわけですよね。まあ一番いいのは聞かせてもらって日本国になってもらうわけですが、まあ、そうなるとよっぽど国の方でもしっかりとした準備、あるいは国民の意識の面でも準備が必要です。仕組みの面でもですから、かなりの議論をしていかなきゃいけないと思っています。で、確かに移民を受けることについては、まあ、ヨーロッパ、EU なんかは EU の中で2つに対応が割れてしまうぐらいに、この国民の感情が分かれています。例えば雇用が奪われるのではないのか、あるいは犯罪が多くなってしまうのではないのか、非常に難しい問題なので、これは、まあ、日本は島国なんでね、 EU みたいに行き過ぎのことは地政学的に違いますけれども、他国もよく勉強した上で日本は慎重な判断をする必要があるというふうに思います。ただ外国人労働者の方はあくまでも一定期間日本に雇用、日本の企業なり施設に雇用をされて、その力を発揮していただく、そしてまあできればあの技能実習生のように日本で技術を学んで、それで母国に帰ってリーダーになっていただく、まあ、そういう目的もあります。まあ、留学生もそうですよね。ですからそういう方に少し門戸を開いて、今よりも長期間働いてもらう、あるいは今よりも多くの分野で働いてもらう、でこの議論っていうのは私は移民の議論とはちょっと違う視点を持ってますので、ここは我々はやっていかないと、ちょっと日本の企業経営、施設運営が回らなくなっているところが多いので、私はそこは議論すべきだという考えなんです。はい、関連してその時間をかけてその慎重に議論すべきだということですけども、その政府は今その通常国会ではなくて臨時国会、比較的期間の短い臨時国会でそれを提出しようとしてますが、そのスタンスに対するお考えはいかがでしょうか。ただこれやはりね、現場の経済の現場ではもう一刻も早くやってくれないともう持たないと、人がいないと潰れてしまうという気があってですね、それに対応するのも政治の役割だと思ってまして、まあちょっと我々はあくまでも法案中身見てみないと分かりませんよ、分からないけれども、これは早く政治として結論を出してあげなければいけないというふうに思います。それで外国人の実習生のね、5年からもう5年10年に延期とか、また留学生のその労働のこの期間とか条件を少し緩和するっていうのは、まあ、今まで政府の中でも少し議論があったわけですよね。それをここでさらに分野を増やすとか、ね、そういうところを議論するわけですから、まあ、今まで議論も全くしてなかったわけではないと思います。はい、どうぞ。はい、今日の井川です。はい、憲法改正の件なんですけれども、はい、先日党大会で9条2項の削除を含めた改憲条文が示されましたが、うんうん、今後臨時国会以降ですね、逆にその2項維持したまま自衛隊を明記するとする自民党案が出た場合の対応について今代表どのようにお考えでしょうか。まだこれも憲法審査会でね、どういう議論になっていくかですから、ちょっと仮定の問題に答えるのは好ましいとは思いませんが、我々はやはり党で決めた案をきちっと憲法審査会で、提起し、そしてなぜこの案が日本にとっていいのか、改正案として好ましいのかというのを主張したいと思います。ただ政治はやはり各党みんな意見が違うわけでね、どこかでみんなが協議してある意味で妥協しないと、とても3分の2の多数を得て、憲法改正案のね、国会の提起というところにはたどり着かないわけですよね。
ですから私も全く救助をいらずにずっと逃げ続けてしまうという状況よりも、あの安倍さんの1項2項はね、維持した上で、3項のような形で自衛隊の、存在を変えていくというのも私は一歩前進だとは思っています。ただ私たちはやっぱりそうすると石破さんが言うように2項との問題がまだね、矛盾が残るわけで、そうなると本当の意味での救助の持つ矛盾を解消したことにはならないので、我々はあくまでもきちっとその根本論を提起していきたいなと思っています、はい、あの我々の視点はですね、この1項2項の、憲法解釈の問題だけじゃなくて、戦争放棄と安全保障を憲法に分かりやすく書くにはどういう条文が必要かという考えで1項2項3項を、書き直したということです。つまり1項で侵略戦争は絶対しませんという宣言をし、ただ2項では日本は独立国として自衛権があるから自衛隊を持つ、自衛隊の目的は3つです、ね、国家防衛と、国際貢献と、ね、国家緊急災害対応ですね。この3つが分かりやすいですよね。それで3つ目に、ただ自衛隊は軍備を持つ実力組織なので暴走しては困るので、きちっとしたシビアンコントロールを書くということで、内閣総理大臣が最高の指揮官ですよということと、自衛隊の、実行する内容とか予算については全て国会の制御を受けますよと、この3つが私はポイントだと思ってまして、それを分かりやすく書く、だからあんまり過去の憲法解釈に取られるんじゃなくて、一番日本の安全保障が分かりやすい文章で1項2項3項をまとめたという主張をしていきたいと思います。未来志向に、はい、すみません。となると、確認ですけども、その首相が提唱する自衛隊明記案というのは、現行憲法の維持よりはベターだけども、ベストとしては今おっしゃられたように、党が示されているその9条2項削除の改憲条文がベストだという、そういう理解でよろしいですか。そうです。はい、どうぞ。久しぶりなんで何でも聞いてください沖縄どうですか。ちょっと届かない、だいぶ追い上げてるつもりなんですけど、私も企業10社ぐらい回ってきたんですけど、いろんな業種の観光とか船会社とか、あとゼネコンさんもサービス産業回ってきましたが、経済界が至って佐喜眞さんしかないでしょうっていう感じですよね。ただ本当に沖縄の選挙は難しいのは、今回公明さんがね、前回自主投票、今回は推薦でかなり一生懸命やってます。で、公明票が7、8万と言われてる。それから下地さんが出てませんから、ね、下地さんが取った7万のうち5万票ぐらいはこちらに来るとして、で、前回中山さんが取った保守票にこれを加えていけば、足し算では勝てるんですよね。勝てるんですが、やっぱ選挙っていうのはその時の風というのがありますので、小長さんが亡くなった直後の弔い合戦だということと、あと玉城デニーさんがやはり庶民人気がねかなりあるということで、敵陣営もなかなか強いですよね。だからあとは安倍総理は入らないでしょう、この数字だとね。入って負けちゃうとちょっと出花くじかれますからね。官房長官も一生懸命、私官房長官と一緒の演説会出たんですけど、自民党の総裁選終わった直後に飛んできましたよね。沖縄滞在時間1時間半ぐらいじゃない、帰りの飛行機一緒でしたけど、かなり官房長官も、沖縄担当ですから気合い入ってますよね。私は本当にまだ分からないと思ってますはい、どうぞ。すみません、別の案件で恐縮なんですけども、日米物品貿易協定の関係でお伺いしたいんですけども、物品何、日米首脳会談でですね、日米物品貿易協定、TAG の協定に向けて、物品貿易協定、
え、アクサみたいなやつ、あの、あれは防衛の方でだったけども、物品協定の FTA の中で狭めた形の物品の貿易に関して、今後その貿易協定、経済連携協定を、ああ、だから FTA のことだよね。FTA、要するに多国間でやるんじゃなくて、FTA で2国間で貿易についてやりましょうということでしょ。はいはいはい。まあ、あの、その中の物品の貿易についての、はいはい、あの、経済連携協定になりますけども、この、まあ、今回首脳会談で、あの、合意に向け、あの、交渉開始が始まって合意されたわけですけども、これについての受け止めを教えていただきたい。はい、あの、まあ、日本の基本姿勢は TPP、ね、あの12カ国がアメリカ抜けて11カ国になっちゃって、まあ、それで TPP は締結しましたよね。だからそれにアメリカをもう一回、取り込む、呼び戻すという方針ですが、まあ、アメリカの方はもう2国間でやろうと、トランプ外交はそこですよね。ただ私は2国間だと日本はかなり厳しいと思います。やっぱり最後外交交渉っていうのはやっぱり経済力軍事力の大きさで負けてると厳しいですから。それから北朝鮮の問題でもアメリカにしっかり対応してもらわないと非核化どころか拉致問題も済まないわけですね。まあ、そういう外交的な力パワーバランスが今とてもアメリカとね、対等に交渉して勝ち取れるっていうところじゃありませんから、そっちに持っていかれると日本はかなり厳しい。うん、つまり牛肉の関税も、ね、下げろと言われて下げさせられて、自動車の関税もこんなにというふうに乗せられてしまうようなこともあるので、私はそこに持っていかないように他国間で一緒にやりましょうよと、その方がアメリカにとっても得ですよっていうのをね、頑張って粘ってほしいですが、かなり厳しそうですね。はい、そんな印象を持っています。どうぞ。はい。どうも、読売新聞の方です。はい、あの、先ほどの憲法改正のところの議論でですね、うん、その自民党案はベター、あの、ベストではないけどベターという評価されましたけれども、あの自民党がですね、もしそれで進めてこようとした場合、そうすると賛成に変わる可能性も十分あるというお考えでよろしいんでしょうか。うん、あの、ただ私たちは、まあ、もちろんこれ憲法改正9条もきちんと改正するというふうに、あの、考えている政党とは協議すべきだと思うんですね。ですから当然我々の案の方が救助の根本問題解決できますよと、そして国民も分かりやすい条文なんでね、理解が進むと思いますよというようなことも言って、できれば少し修正していただくとありがたいですよ ね。私たちもそれに賛成するのであれば、そういう議論というのはあっていいと思います。しないといけないと思います。確かに自民党は圧倒的に議席数を持ってますから。でもあまり自民党案でやっぱり過ぎると逆に例えば公明党さんがねどう判断するか、他の政党にもいろいろこの影響を与えますので、私は基本的な方向として自民党は当然政党として持っているわけですけども、より3分の2以上の、ね、発議者を集めるために譲るべきところは譲る、まあ、譲るって言い方おかしいけど、調整すべきところはしていただけるような大人の対応をしていただければありがたいなという希望があります。はい、どうぞ。その要は調整、まあ、まずはその希望の党の案を自民党側に飲んでもらう、はい、その修正してもらうということが、まあ、大事だと思うんですけれども、まあ、その修正、いや、そんな簡単じゃないですけどね、小さい政党ですから、はい、となった場合、あの、では賛成ですと、その自民党案の修正が至らなかった場合でも賛成する可能性はあるということで、うん、ただこれは、党の中でこれから議論していく問題です。その協議がどういうふうに進むかを考えながらですね。ただ我々の問題意識は9条憲法改正の議論をするのであれば、9条そのままではね、これも本当に日本の安全保障がどういう体制でやるのか分かりにくいし、いつまでも憲法論争、ね、解釈あるいは違憲だという人がいるわけですね。で解釈でもいろんな人が言って何が何だか分からないわけです、今9条の解釈というのは。
その状況が続く、これは良くないと思ってますから、やっぱりきちっと憲法改正を議論するんであれば9条も見直す、私は優先課題だと思ってます。はい、まあ、他にもありますよ。もう我々は国民の知る権利とプライバシー権はぜひともやりたいんですけど、はい、これの野党の皆さんにも賛同を持っていただいてますよね。憲民主党が言うように立憲主義とは何だというのもね、もろに関連する情報ですから、ね、国家権力から国民の権利を守るのが立憲主義だと言ってますので、そうであればこの知る権利のところにはぜひとも賛成してほしいですね。はい、どうぞ。ですから、よろしいですか、大体。はい、どうも、小黒さんでした。ありがとうございました。またこの後ちょっとインターネットになります。